こんにちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。今回のタバサト号はこちらサンパール荒川で行われるオグハツ空襲忘れないコンサートをご紹介します。1942年4月18日アメリカ軍による日本本土空襲が荒川区の小口地区を直撃しました。こういった歴史上の事実を通して平和への思いを語り継ぐイベントです。それではご覧ください。タバサト GO! さてまず今回のイベントについて、オグハツ空襲を忘れないコンサート実行委員長の田村さんと実行委員の梶木さんにお話を伺います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今回で4回目とのことですが、どういったきっかけでこのコンサート始まったんでしょうか。ご承知のように昭和16年の12月8日に真珠湾攻撃がありまして、そのわずか4ヶ月後の昭和17年の4月18日に、小口の地に初空襲があったと、アメリカのですね、そしてこの歴史的な事実を、ぜひ正しく後々の人にお伝えしたいということと、そしてこの運動を通して、平和の願いを伝えていきたいということが狙いです。今回いよいよこのサンパールの大ホールを使うということで、今回はですね、とにかく1000名の方を来ていただかなきゃいけないということで、演出にですね力を入れまして、村山さんというプロの演出家の方にお願いいたしました。オグハツ空襲の史跡の説明板がですね、爆心地近くの区立熊野前保育園の沿いに建てられました。平和な世界が長続きするにはどうしたらいいかということも重要な課題だと思います。で、今回若い、お子さんたちが参加を大勢参加してくれてますので、本当に嬉しく思っております。はい、ありがとうございました。ロックトラップは見ていて聞いていて楽しいボディーパーカッションでお送りいたします。ちょうど私が生まれる1ヶ月前の出来事であります。17年4月、この初空襲、これを風化させないで、戦争を二度と起こさない平和な日本、平和な世界、それを荒川から頑張っていこう。それまで、つまり東京大空襲まで、東京に空襲はあったかなかったか。そんな昔のことどうだっていいじゃねえか。なかったんじゃないの。高窓から外へ飛び出すと、隣の家、下川さんという家ですが、もうめちゃくちゃ。何がどうなっているか分かりません。気がつくと下川さんのおばさんに手を引かれて、走って逃げておりました。その時のお気持ちはどうでした？よく覚えていません。何しろ逃げるのに無我夢中で、一生懸命逃げました。でご主人がお昼に帰ってきて、ただいまと言って食堂に行った途端に、直撃弾225キロ爆弾です、ね、こんな大きさですが、それ、爆死です。一家6人がそれぞれ大変な体験をなさっているんだ。それも小学生の低学年の時に。そうね。今日お二人の生々しいお話を聞いて、この史実はしっかり心に刻み込んでおかなければと思った。今日このオグハツ空襲のことを聞いて、ますます戦争は悲惨だなと思った。この荒川区オグの地にこういう歴史があったっていうことはしっかり覚えておかなければいけないし、また伝えていかなければいけないと思うわ。毎年小学生たちが、この日のために資料館を巡ったり博物館に行ったりして、いろいろに勉強して、ここでの発表のために備えてきてくれています。私たちは戦争の時の小口や東京のことを調べてみました。今から80年ほど前、昭和の初めに始まった
戦争についてです。アメリカの飛行機が小久小学校、大門小学校の近くに現れ、爆弾を落としていきました。爆弾は近くの住宅に落ちました。それが日本に初めて空から落ちた爆弾となりました。4月18日の空襲が自分の家の近くだったのでびっくりしました。今はきれいになっていて、空襲があったなんて思えません。空襲の経験や歴史を伝えるイベントについてはいかが思いますか？いいと思いますね。こういうことはもう次の世代にも、全然私でさえそういう小国空襲があったってことなんか全然知らなかったので、子どもたちにも、まあね、代々こうそういう話を伝えていけばいいと思います。こういうのをあの空襲とかそういう戦争の歴史を知ってどう思った？もうこれ以上はやらないで、逆に仲良くした方がいいと思いました。どう思った？こういう歴史を知って、戦争とか空襲の歴史ってどう思った？いや、なんか怖いなって思いました。私は空襲を、あの爆弾を受けた目の前のところに住んでて、もう亡くなった父ですけど、ずっと目の前に落ちたよっていうふうに言われてたので参加してます。お話聞いていかがでしたか？はい、また思い出してやっぱり伝えていくことが大事だなと思いました。若い人があんだけね、戦争のことで一生懸命になってくれることは嬉しいです。はい、またこういった機会あったら参加したいですか？ね、したいですね。はい、今まで何回かやってたっていうこと知らなかったんですよ。初めて知ったんです。じゃあ今回来てよかったですか？よかったです。今回のタバサト号は、小久発空襲を忘れないコンサートの模様をお送りしてきました。今回小学生から高校生といった若い世代の人たちがしっかりと歴史を学んで伝えている姿が印象的でした。実際に空襲を体験された方の思いは若い世代にしっかりと受け継がれていると思います。そして身近にこういった空襲の歴史的事実があったと知ることで、より自分自身で平和を求める気持ちが強くなると感じた今日のイベントでした。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。さようなら。